全国の皆さん、こんばんは、元ヤクザの G です本日のお話は、絆会会長、小田義則がとうとう殺にパクられたについて語らせていただきます もしもしおいもとは回い主よ、お前はいつまで寝とんじゃ、さっさと起きねえか、それより緊急事態でごあす、とうとう小田義則が、札にパクられたど。じいさん、何ですと、小田さんが組織犯罪で、パクられましたか。いやいや、その件ではない、ほかの件で、小田以外にも岡山の池田のおっさんまでもがパクられた、とりあえず今すぐに倉庫に来たまえ、それと髪の毛のセットをしてる暇はないど、至急倉庫に来てくれ、ほなら1時間後に、秘密の基地で待ってるわ。 じいさん、お待ちどうさんです。小田さんと池田の親分は、何の件でパクられたんでっか。不動産を担保にした金の貸し借りで虚偽登記をした疑いで、大阪府警にパクられたみたいや。そんなしょうもない件やったら、不起訴ですぐに出れまっしゃろ。お前の言うようにこの件だけやったら、おそらく20日余りでパイになる。だがしかしながら池田のおっさんは、不起訴ですぐに釈放されると思うが、一方の小田は、猛ャバに帰ってこれんと思うで。じいさん、 虚偽登記だけでシャバに戻ってこれんとは、どういうことでっか。ある人物の話では、小田は近々組織犯罪で、兵庫県警にパクられるはずやったが、実は大阪府警も今回の件で、小田をパクる予定やった。そこで兵庫県警は、大阪府警の顔を立て、先に小田をパクらした。その後は言うまでもなく、小田は組織犯罪の罪で再逮捕され、小田の身柄は大阪府警から兵庫県警に移送される。 要は金沢刺激のパターンと同じや、ですがのこれはあくまでも情報であるため、もしかしたらオダはパイデシャバに戻ってくるかもわからん。しかしオダは叩けば埃が出るからだや、これ以外にも他の件がめくれている可能性もなきにしもあらず。じいさん、京都の大鳥社長、死体なき殺人事件のことでっか。元赤い収容、残念ながら京都の件はめくれることはない。この事件は未解決事件で幕が下ろされる、とわしは思とんねん。ちなみに京都の事件には、 当時の四代目や魔剣組が深く関わっている。もしこの事件がめくれた時は、おそらく井上やあたえの利数あたりも極注意気となるやろな。ところでじいさん、わしも倉庫に来る前にちょっとだけ、ニュースの記事を見ましたが、小田さんが土地を担保に池田親分から約一億の融資を受けた。しかしこの時期は、まだ池田組が独立組織になる前、要は小田さんは、神戸山口組から離脱したことで、神戸とは対立組織という関係になった。ではなぜ神戸山口組参加の池田親分が、 敵ともも言える小田さんに1億もののを融資したのかわしはこの点がどうもふに落ちません。一体どういうことでっか。元は海舟よ。その質問なかなかええとこをついてるど。確かにお前さんが言うように池田が小田に融資した時期がおかしい。例えば絆会と池田組が手をつないだ時に銭の融資を受けた。となれば何らおかしな話でもないが。何故に池田が対立組織の小田に銭を融資したのか。この辺の話を2人で語り合おうではないか。元は海舟よ。 とりあえずその前に、元山剣道司会の A という男から、聞いた話をまずは聞いてくれ。A の話では、小田が神戸山口組から離脱した時に、六代目川はアタックをかけた。だがこれにもう反対した本家プラチナがいていた。このプラチナというのが、初代倉本組時代の頃から小田とは、犬猿の仲とも言われていた。 現四代目倉本組組長の津田や、このような流れで織田は六代目側に戻ることなく、任境山口組を結成したが、やはり新しい組織を構えるにはそこそこの銭が必要や、しかしながら織田はまとまった銭がなかった。そこで織田は二代目匠組組長、入江の中入りで池田から融資を受けることになったが、この時織田は池田に担保として土地を、というたらしいは、お前も知っての通り織田という男は、 法人会の頃からまとまった銭を融資してもらうときは、必ず土地を担保にしていた、また先ほどにも話に出てきた、京都の大鳥産業の社長から融資を受けたときも、小田は、土地を担保に社長から銭を借りていた、これが小田のプライドや、要するに小田は人から融資を受けるときは、ただで銭を貸してくれとは言わん、それなりの担保をつけまんがな、というやっちゃ。それともう一つ、A の話では、 組織の資金として借りた銭のほとんどを目的には使わず、小田は己の生活費に回したことで、これが原因の一つとなり山県道司会は崩壊の道を歩んだ、とも言っていたが、まあこの二つの話に関しては、定かなことはわからんが、ええー、わこれは真実の話です、とも言うてたな。言われてみれば、小田さんは誰もが認める武藤派役座やったが、昔から銭は持ってなかった。そういえば、過去にこんな話を耳にしたことがあったな。六代目山口組は、絆界の者は銭を持っている者がいてないから。 強いてこっちから引き抜く必要はないが、金沢の先輩だけは欲しい、と言うてましたね。確かにその話わしも耳にしたことがある。また井上うえにも、小田は A は回収を持っている、と金沢茂げのことを絶賛してたな。元とは回収よ、いずれにせよ神戸山口組が結成され、間もなくして神戸はもうすでに組織のまとまりはなく、バラバラ状態で、特に井上は、直さんたちから全く人気がなかったが、二代目匠組の入り江は人気があった。 そして神戸山口組を後にしたじきさん方やは回収は、入江の親分が神戸にいていたからこそ、わしらは神戸にとどまった、というものが多かったな。じいさん、少し話がずれ、しつこいようですが、小田さん、シャバに戻ってこれますかね。じいさんは、わしの前でたびたび小田さんのことをバカにしますが、小田さんは腐ってもわしの都政時代の親でもある。わし正直言うて心の中で、小田さんのことをエロを心配してまんねん。お前のその気持ちわからんでもないが、わしが思うには小田は、 もうシャバには出てこれん。この20日余りで大阪から兵庫に移送され、神戸ラーメン屋の件で再逮捕される。そして小田はおそらく絆会の解散届を札に出し、絆会は解散となる。だが運が良ければ小田は20日でシャバに戻ってくるかもわからんが、その可能性は1%やとわしは思っている。じいさん、わしは神戸山口組や池田組とは比べもんにならんぐらいに絆会は最後の最後まで、六代目山口組と構えた。そして絆会の指揮を取った小田会長並びに、 組織のために己の体をかけた金沢の先輩のことを、わしは元法人会の者として、このことだけは誇りに思う、じいさん、これが本間門の極道とちゃいまんのか。元は回収よ、そこまで熱くならんでもええがな、わしもお前と同じように金沢はすごい男やと思う、そしてこの金沢を動かしていた、織田もすごい男やと認めざるをえんが、ですがの人で生きている以上、たとえ相手がヤクザ者であったとしても人を殺めたら、この罪は償わなあかんのや、あれまあ。 またはしかっこええことを言うてしもたがな、このことはさらっと流しといてくれ。元若い週よ、ちょっと話が変わるが、先日岡山の某病院にある人の見舞いに行ったやろ、その帰りにお土産として、マスカットキビ団子を買うたん覚えてるか。じいさん、覚えてまんがな、あれめちゃめちゃうまかったの。いや実はな、嫁や娘には人気がなかったんや、嫁は岡山に行ってんやったら、なんで白桃プリンを買うてこんかったんや、とわしに言いよった。じいさん、それやったらこの夏、 嫁さんと娘ちゃんと三人で、岡山旅行に行ったらよろしいがな、その時にそのなんちゃらプリンを買うたらえんとちゃいまんのか。それがやな、わしと嫁は岡山という場所は、波長が合わんのや、過去に娘が生まれる前に嫁と二回ほど、岡山に旅行に行ったんやが、二回とも嫁とどえらい喧嘩になり、ぶち切れたわしはカーナビを蹴った、もちろん嫁もぶち切れ、わしの耳をもくそ引っ張り寄った、その時きぶちぶち、弟がなり耳がちぎれかけたんや、あの時は冗談抜きでほんまに痛かったわ。一体岡山のどこで、夫婦喧嘩になったんでっか。 確か1回目が水島コンビナートの夜景を見に行ったときや、2回目が巻き堂や、そしてこの後倉敷のアウトレットで、再度大喧嘩になり、札が駆けつけてきた、この日以降、嫁は岡山は縁起が悪い、二度といかんと言いましたんや。じいさんの嫁さんは、年は若いがかなり気のきつい人や、わしもこの前、かましを掘り込まれた。おと若い衆よ、あの女はそれは気のきつい、豪の虎年の女や、わしもいつかは食われるど。<noise> 次回の動画はシーズン3の2山県組バ組 VS 行動会兄貴がシャバに戻ってきた雨だれはサンズの川というお話であるそれでは本日もご視聴いただきありがとうございますよければチャンネル登録ならびにグッドボタンの方もよろしゅうにお願いします本日もご視聴いただき 誠にありがとうございます。